僕でもフルに近いライブは本当に久しぶりだったんで楽しかったですね。まあ楽しかった、ありきたりの言葉ですけど、まあ、緊張しながらもちょっと楽しめたっていう感じですね。はい、歌がもう一度忘れてたあの歌、俺にも聞こえてた、シャララララララ、シャララララララ、明日への始まりだ。いろんな人たちに、この3年間出会って、その中でも特に、しんちゃんと三宅しんですけど、しんちゃんと出会ったことが非常に大きくて僕の人生を、変えてくれました。まあ、一度は音楽をやめようと決心したんですけども、そこからこうまたこう引っ張り上げてくれたのがしんちゃんです。僕にとってはもう本当に、神様みたいな存在で、しんちゃんだけではなくてしんちゃんを通じて、この素晴らしい、最強の、バンドのメンバーとも出会いました。そんなので、出来上がったアルバム楽曲、今日は本当に心から一生懸命皆さんに伝えようと思います。楽しんでくださいね。おー、一緒に生きよう、おー、一緒に生きよう、おー、一緒に生きよう。どうもありがとうございました。
ああ